朝が来た。第15週。大阪の大恩人。第89回。あらすじ。千代から、お父ちゃんは、なんで働かへんのだす。と、聞かれ、進次郎は、よろめいていました。大阪に戻った五代は、商法会議所の会員を集め、謝ります。山屋が、政府から格安で払い下げを受けて、私腹を肥やそうとしていたいうのは本当ですか?と、聞きました。五代は、私は、言い訳をするつもりはありません。本日をもって、この商法会議所会頭の座を辞任いたしますと言います。旦那衆はヒートアップしましたね。朝は、皆さん。なんでだす。なんで、来ないな話し合いしか、できないんです。ちょっと大阪が世間で叩かれたぐらいで、手のひら返すやなんて、アホンダラだすと怒りました。さらに、朝は五代の前へ行き、それから五代様、あなた様も何だすか。ちゃんと説明しとくなはれと叱ります。進次郎は、これは10年の間に、政府が北海道にしてきた事業の収支をまとめたものですと、三坂に頼んだ資料を配りました。そして、進次郎は、政府は、量産お金かけて、北海道に手をつけてみたものの、この10年まるでうまいこといかなかった。そこで政府は、飽きない、上手の五代さんに開拓を依頼したと話します。旦那衆が、そんなお荷物を引き受けさせるつもりやったんかと、まだ怒りました。すると、栄三郎が、それは、五代様が、マテラ大阪商人を信用してくれはった境やありまへんのか。私らは、日本一商いのうまい大阪商人だす。私らやったらどないかできるて。五代様は、備え表くれはったんだすと、言い、旦那衆も納得しましたね。かのやで、朝は、千代に、お母ちゃんは、商いが好きなんだす。みんなで力合わせて、山があったら乗り越えて、よう考えて、ええ方に向かいこていく言うのが、好きで好きでたまらへんのだすと、話します。千代は、わかりました。お仕事頑張ってなと、素直です。続く。